はい、でもこれね逆に考えると一番危ない球にもなりやすいんですよ ね、 ね松井凡退しました。清原厳しいコースに行きました。判定はデッドボール。1週間前は桑田が投げて清原ホームランという東京ドームでした。武さん、はい、巨人はワンアウト三塁二塁と追加点のチャンスを迎え4番清原。インサイドに来るんですよね、はい、で清原はね右に打とうっていう気持ちがあった。ランナー三塁だったから右に外野フライを打とうっていう気持ちでちょっと指導が遅れたの。それで痛いねこれは。しかし痛そうですね。阪神先発ヤブはここで降板。そして清原はすぐさま病院に向かいましたがレントゲン検査の結果幸いにも骨には異常なしと診断されました。4番の清原はどうか。あーできた。今2回目だなということだった、ね、前にありましたかね。うわー起こしに行きますが、うわー肘の上あたりでしょうか。3回目って言ってますね。3回目やぞお前って言われてるわけですよね。そうですね、何言ってんですかあれは。3億もらってるよって当てられた人が3億もらってんだぞって言わないでしょ。だってワンアウトバッター清原という時にこういうシーンがありました。デッドボール、まあ、痛くはないんですよこれ、はい、清原がマウンドへ歩きかけます、うん、まあ、ちょっとやっぱり我慢するところに巨人の4番っていう監督が出るんですけどね。